まあ、あとはこれが急所に当たんなければ。柔らけえからな。巨大です。まひらなければいい。おらえ大番急所とか、まあ、ちょっとやめとこう。持ってるー。やあなんでだよ。剣盾じゃないポケモン使っていい？じゃあウルトラサンムーンで、生き残ったマシエとここで使えってこと？もう真の相棒にするあいつ強くね。フェアリータイプと草タイプでもこれで変に活躍したらなんか本当に俺マシエとか相棒になってしまいそうで、やだわ。やだよこんなキノコが相棒ってネズキノコが相棒なの。アップルはね、29レベルとかなんで無理っす。まあ、レベル次第。それは強すぎる。それは強すぎるわ。もう本当にこいつだけで終わったの。それは強すぎるわ。なんかもっと程よいキノコいないのこれ。な強すぎだろ、ここにいるやつは。またレベルいい感じのやついない？レベルいい感じの。せめて、50前後、60はやりすぎ。カジッチ40から45どこ？それ一番いいわ。カジッチ40から45どれ？どこにある？てかあいつって、俺進化できる？リンゴ売却してた。どうじゃん。俺リンゴ、リンゴあいつ二度と進化できない。待って、フォックスら、クスネ、クスネ何レベルくらいこいつ？こい、待って、こいつありだな。最大レベル引いた。クスネ、47レベルのクスネ何ができんの？派遣のビスタ捕まえました。ビスタで、いや今までは本当に切羽詰まってこれで全滅とかしたらまあキノコとかに手出すけど、ちゃんとね歴代の縛りはその歴代の8世代のポケモンとか7世代のポケモンとか世代のポケモンで戦ってたんよ俺は。最後までもう世代のポケモンが全滅するまでは、金銀のギャラドスを除く最後の最後までは抗わしてくれ。いや使おう。もう遅いよ。もう止めれないから、もう俺は止まらない。でも噛み砕くまで覚えちゃう。もう使うわ。で試合中にオーラ車覚えるわ。いやお前あーあーとか言ってるやつの生ハゲが活躍したらお前死ねよ。ちゃんと責任持って死ねよお前ら。生ハゲが活躍したら何から入ってくる。これ途中でオーラ車覚えるかな。バリコールレベル上がんなかったから1試合するぐらいじゃレベル上がらんかも。まあでもこれであれ進化するんだね。クスネが俺のクスネ進化するんで、笑点で死ぬ気合いに出すからかな。水タイプには勝ってほしいぞ。言うて雷に止まるんだ。あなるほどそいつか。そうだー、なるほどなるほど、そういうパターンね。そういうパターンもあるのね。ちょっと愚足武者受け入れるやつ募集。ガチで愚足武者どうすんの。セメントスの出番早くね。もう終わりこいつここで。まあ、一旦セメントスで受けるか。でも水技飛んでこない、大丈夫？出会い頭だよな最初は。いや一旦仮バーンで受けない、とりあえず仮バーンで受けよう。水も耐える、だって命の弾持ってんだよあいつ。お前らなんでそんなあいつに対して過信してんだよお前。出会い頭でこのダメージって思ったら上は取ってるからリフブレ2回で、まあ、急所だったらあれ行くし危機回避行くし一旦リフブレ出さないと硬い。でも次で一応あれは行く、アクアブレイク、これはさすがに耐える。次のリフブレで危機回避は行くよね。うん、冬打ちでも知らないよね。硬すぎなんだよね。あ、急所か、いい急所。これちょっと愚足武者怖かったわ。うわこれモルペコ合わせたいな。水つら水タイプつら。でも生ハゲに不思議な飴食わせてなかったらマジで無理じゃん。終わってるやん俺のパーティー。冷静に考えて冷静に考えて終わりすぎじゃね。上取ってるかな。
生ハゲ頑張って。エアスラは大丈夫。あーでかいでかいでかい、ここ外れたのでかい。タスキ残った、タスキ温存、上取ってる、落とせるよね。よし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 、いいぞ生ハゲ、いいぞ。アズマオ、アズマオって何、スイスイ、これスイスイアズマオだな絶対。雨かでもさすがにタスキまでは持ってかれないと思うから、いやこれはね雷の牙いけると思う。いや嫌いしは絶対ない。あおしょバカでよかった、スイスイだったかやっぱり。上取られてるってことはスイスイ、何してくんだ。いや角ドリルだった場合もレベルはこっちの上だから、うわっ、あーよかった、助けもできない、ナイスナイスナイス。そう所詮アズマ王よ、所詮アズマ王でよかった。怖すぎー、レベル上げといてよかった。しかもここで雨が上がっていく。グソクムシャカムバックかな、これはグソクムシャ戻ってくる。いやちょカリバーンからいく、あの HP 見るわ。でカリバーンでまだ俺回復いっぱい残ってるんだから、これリーフブレードでいけないわと思ったら回復挟む、それが一番いい気がする。微妙ー、いや微妙ー、これいける。1回目がこれあの2回で1回急所に当たってこのダメージ、いけるって言ったら、おお、分かった、お前らし、たまにはお前ら死んでるわ。でもこれいけなかった場合、なんかね、いけなかった後にコメント欄で、今いけるって言ってるやつしかいないのに、この後にワンが湧いてくるんだ。あー、そういう感じ？それやばいじゃん。あ、それやばいじゃん。それはな、それずるだな。なんかもう一回引っ込むんじゃね？もう一回引っ込ませよ。だるい。で、次のグソクムシはやばいじゃん、じゃあ。うわぁ！いやでも大魔切ってこないから、大魔切ってこないカマス城は火力不足。ゴリランダー助けてー、ゴリランダー助けて、半分入んないで、 B も下がんないで、急所に当たんないで。よし、ダメじゃんこれ。え、俺下げるしかなくなったー。ビスト挟んで、まあ、一発は耐えるから、もう一回カリバーンに戻して回復か。かわいい。アクアブレイク。進化の奇跡とか関係なく死にそうなんだけど。あ、そこ俺まだ、そうだ、ドーピングアイテム無限に残ってるわ。一回も使ってない、そういや。そう、最悪それを使うっていうのを頭に入れとこう。オッケー、ナメップありがとう。急所当たんなければいい。で、これもう一回回復。B 下がんなければ大丈夫。ディフェンダー使うわ。そしたら、もう下げれないから。ないわ。ディフェンダーだけない。また B 下がりそうで怖えな。すまねえすまねえ、くすね、外せ、なんかドリルライナー外せ。まあ、必要消し、しゃあない。いやこれ死んでたな、突っ張ってたな。オッケー一発。ただ余裕で出会い頭圏内に入ってて、グソクムシャでしょ。セメントスいけるかな、いけるかなってか言ってくれなきゃ無理。いやもしかしたら抜いてるかもしれないんだよね。いや回復はさっきと同じことになる、カマス城よりもグソクムシャの方が軽くあるし。抜いてる、強い。命の玉、ナイスナイスナイス。相手もさすがに素早さ勝ってるだろうなと思って、出会い頭打ってこんかった。いいよ
え、ダイマックス中って回復つく使える？ダイマックス中回復したらそれどうなる？ダイマックス分もちゃんと回復してくれる？それ天才だな。ダイウォール、そうだ、ダイウォール、薬ダイウォールか。何あいつの効果、ステラまかれるだけ、弱体化してんのかこいつ。じゃあ巨大ありがてえ、ダイウォール、ダイ回復、ダイウォールは思いつかなかった。そうか、そういう使い方があるのか。え、巨大じゃない、どっちどっちどっち、わからんわからん、巨大じゃないの、どっち。え、巨大技ってどっち。こいつストリームの方が巨大技だったの、岩技の方が巨大マックス技。しかもこれで、あ、いや違うか、これ素早さ勝ってるかどうかわかんないな。どっちだ、これダイウォールしたから俺が先に進化したの、わからんわからん。確かに薬、え、ダイウォール、薬ダイウォールってできる、わからないことだらけだ。だってダイウォール失敗になんない。あ、これ S は勝ってる扱いなんだね。ダイウォール使ったから先手になってるってことじゃないの。巨大怪人、いやどうだろう、え、行く大草原でワンパン持ってけるかな。4倍弱点もさすがに、いやこれ満タン使うわ、満タン使うわ。俺なんか急所に当たる気がする急所に当たる気がするから満タン使うわ。満タンの使いどころなかなか来ないだろこれ、ダイマックスしてる時じゃないと。乱数だな。うわ、でもこれ殴れるか。いや、これは殴りに行かないとダメだよな。これ殴るわ。持ってってくれんならそれでいい。どこ？おお、あ、持ってった？どっち？え、で持ってったこれ？見に耐えたように見えたけど。あー、ナイス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 。毎回一人死んでく。くすねじゃなくてよかったもん。でもくすねだったから一発耐えたのか。これそんじょそこらの肉壁だったら一発耐えなかったもんね。くすねの勇士に乾杯。斎藤終わりやん終わりやん斎藤。次回相棒、いや、さっきあんな発言をしておきながらこれ次回相棒ってこと。ネズキノコやばくない？ルリナ斎藤キバナ多分1匹だけできるよ、あいつ。全部タイプ1弱点で完封できる。うわ、ランダムエンカウントでカジッチュ私らが、お、カジッチュ私らがテブリムバイユールいる。よー、うわ、これはちょっと行くか。なんかちょうどエスパータイプみんな死んだし。よし、頼むぜテブちゃんお前が斎藤とキバラを全員やるんだよ。静粛ポケモンだからね。強い感情を持つ者はそれが誰であれ黙らせるその手段は実に乱暴。なんてやつだ、マキマさんマキマさんだな、これ静粛の悪魔だわ。あれ、カリバーンってさ、カリバーンってあれはブレイブバード、あー、ブレイブは技レコードか。これさ、これダイジェット、え、つつくダイジェット、剣の舞、鉄壁からの、つつくダイジェットどうすか？いや、だからもうマジでそれしかない気がしてきた。ちょ、一旦これ忘れさせよう、全部。これ、鉄壁、鶴舞、つつくダイジェットだ。なんでよりにもよってこの3人って感じの3人だな、ほんと。全部きつい。ヒヤヒヤするぜ。しかも回復が全然ないっていうの、まだ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 敵が残ってるのって考えられないんだけど、これ普通に回復足りないんだから。ブレイブワード65レベルか。
頑張れ。鬼火当ててくれよ。あ、飛び跳ねる、飛び跳ねるは全然いい。まあ、ひらなければ不思議ないでしょ、いくらなんでも。硬いからな、 B145 だもん。硬い、動けばいいわ、もう動けばいい。あ、これ柔軟だったからな、治るとかない。すげえそこまで狙いました、僕。そこまで考えられた、素晴らしい、素晴らしすぎる作戦が刺さっていって、ここ飛び跳ねてくるんだったらマキまでいい。で、こいつを突破したら、あと俺の続く続くカモネギが無双するから。強すぎる。いいよ、いいダメージ出てるよ。これ回復の薬か、やってくることめ、いやでも瞑想しても残れねえもん。回復の薬、確認は入ってたよね、入ってる。積みチャンスか、いや、え、わからん、何してくるかわからん。飛び跳ねるのかな、飛び跳ねてこなかった場合最悪なんだけど。多分瞑想か、あ、OK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 。こいつエスパータイプタン、そういえば、そういえばエスパータイプタン。でこれドレインキス、硬い、よし、ありがとう、受け継がれていった、身震いしてる、死んだ後に。もうちょいでオーラ車覚えるぞ。ネギがないとチャンス、鬼火入れてからって思ったけど、いや、ネギがないとはないから、あれつつくしかないから、ネギがないとがネギがないとに向かって撃てるのつつくしかないから。上取ってる、リフブレは知らん、急所当たっても痛くないの、リフブレなんて。変わろうっけ、変わろうっけ、意外と痛いの、でもガンガンに詰まん、ガンガンにあの全部三積みしてからじゃないと、多分つつくなんかじゃゴミみたいな火力しか出ない。さあ行こうか、これまだ大事は早い。こいつは河原で飛ばせるから、てかもう大体河原で飛ばせるはず、ほとんどのやつで。脅威のルチャブルも倒したし、どうにかなるかな。さあ来たぜオーラ車、一矢逆転のオーラ車、これによって俺の生ハゲは加速する。パイレーツ、パイレーツか、後ろがあと何体、あと3体行くか、あと3体であるならもう行っちゃう。これ多分上取られてるよね、上取られてるから先にここで素早さ、次のやつ全部取られてるから、ダイジェット、ダイジェット、ダイジェットかますか。行くぜ、つつくダイジェットなめんなよ、こっから3立てよ。だからこれタイプ1じゃないからな、よくわからんえ、でも強いんじゃないの、最低威力なに大ジェットって。80とか70の技でも130ぐらいになるよ、言うて強いはず。マンムーとかもだって続く大ジェットするじゃん、素早さも上がって最強の剣が研ぎ澄まされていく。本来の大ジェットのあるべき姿だよこれ、本来ダイジェットの威力これじゃなきゃいけなかったの。ダイナックルとダイジェットとダイアシット、てかダイアシットと変えてあげろ、ダイアシット威力130、140でよかった。ワンパンで持っていけるか、こいつのダイマックスだと急所に当たりやすいから怖いんだよ。
もう全部壊しましょう。尊敬を込めて巨大マックス。もう全部壊しましょう。そんな甘いゲームじゃねえんだよな斉藤。ポケモンバトルは急所に願うゲームだから。でも俺大ショットで上取っている。お前をイオルブで殺したのも懐かしいぜ。やっちまいな。エクスカリバーな？つつく大ジェットなんや。これで手振りも進化するから火花なんてどうとでもなる。まだやれる。まだ俺のパーティーは終わっていない。火花はフライゴン、ギガイアス、なんだ？ジェラルドン、コータス。あと一何使っとったっけ？さすがにもうこれ続くいらない。ドラゴンストームの牙。無限ダイナって、そんな負けるようなあれだっけ？無限ダイナ、あれじゃないの？強制勝ち夢じゃないの？勝手に強制勝ち夢だと思ってたんだけど。結構痛い。あれ？ザシアン・ザ・マゼンタ。ザシアン・ザ・マゼンタ系じゃない。てかすごいな、これ左でも砂嵐でもどんな天候だろうとありがたいわ、石炭山にとって。左だぜ、まさに燃える太陽。誰もこの左を生かすポケモンがいないのが悲しいところだよね。はって、ソラビン。ボディープレスとか持ってんのか。ボディープレイ怖いんだけど、コータスの B のボディープレイ。直機持ってるから特殊は大丈夫なんだけど。ソラビンが出た。大地の力とかなくてよかったね。見てからワンダールーム。あ、しまった。まあどちらにしろ三角だからいいと。お、急所？それ急所当てるんだったらちゃんとやっときゃよかったってなるよね。ジェラルドじゃなくて命中安定なんだけど。ひるんでくれてもいいんですよ、たまには。あ、めんどくさ。これってどうなるんだっけ、倒したら。これ倒したら寝てから交代だっけ、交代してから眠るんだっけ。あ、じゃあ交代が先になる。寝ちゃう、殴ったら。マキマと交代、マキマ行こう。どうしよう、俺オーバーヒットがしてくる。あー、それは全然いいわ。アクビリンダーマイ、クソ、マジックミラーだったら。待って、マキマこの後仕事あるから寝ちゃいけないか。で、これでヒデリがなくなったんだったら、ヒデリがなくなったのであればゲイチスチャンス。ゲイチスは寝ていいわ。ゲイチスに関しては寝ていい。ここでゲイチスですよ。噴煙、まあ、特防も高いね。よしよしよし。さすがにこれレベル差あると言っても上は取ってるだろうから、シャドクロで。よし、地鳴らししてよかった。白い煙じゃなくてよかった。プレミで打ったと思ったら地鳴らしが刺さったの。炭治郎全然来たいです。無理だよ、フライゴンとかに一瞬出られるよ。ヌメルンゴ、ヌメルンゴマキまで行きたいけど、でもこっちの攻撃なんてクソ、瞑想チャンス。俺ヘドロウェーブあるかな。いや、一発は絶対耐える。エッジ対決来た。ああ、もうなるな、こいつあれだ。
完全に天候を変えることを、ポケモン勝負しようとしないわ。天候を変えることに全てを注いでる。ほてった体に染みるよな。見せプゼだ。あ、危険予知発動しなかったってことはないじゃん。うわ、危険予知便利。雨濁流来た。いや、意外と痛い。ホアルンでも使っとけ。これはもう一瞑想積んでから回復かな。その後は、あ、波乗り濁流。何これ。何波乗り濁流の二刀流って。どうせあと一個雷とかだろこれ。無理やり雨と相性いいの持たされてる。集中トレインがどんぐらい入るか。絶対まだ全然落とせないだろうから、ドレインキスでチューチューしながら戦っていけないで。命中下がってんだよな。当てろよ。オッケー。半分いかないぐらいだよね多分。え、めっちゃ入る。急所急所ない。マキマ強いなお前。ヌメルゴンの D めっちゃあるイメージあるんだけど。しかもここで雨が上がっていく。そこまでして。バクガメス泣いてるよ後ろの。ちょっと自分出れないんですけど。サトシのヌメルゴンも雨降らし取ったもんね。そういや、どうすんだよお前これ。どうせ書き換えるんだろすぐ砂嵐に今度は。あ、もうバクガメス泣いちゃった。バクガメス泣いちゃってるよこれ。炎技の威力出ないじゃん。むちゃくちゃだなお前マジで。やってることむちゃくちゃだぞ。ほらよ日本丸で。あ、お前対策してきたか。対策も何も。いやこいつあれだろ、トラップしてるだろ。あー、バクガメスがもうそもそも晴らすだけ晴らして死んでった。コータスかあいつ。実はフライゴンの地震耐えるかな。砂、確かに確かに。これどうせ砂嵐するだろこれ。砂嵐だろ多分やってくること。頼む砂嵐しろ。砂嵐しとけお前。一番弱いこいつ今までの中で。今までの中で一番弱い。吹けよ風呼べよ砂嵐。なめんなよあんま。もう野郎とかに鼻で笑われるぞこんなの。天候変えるゲーミングで最後はジュラルドンだからさすがに突っ張れない。カリバーンタイマンでいこうか。でもこれ巨大減衰2回耐えないか。巨大減衰2回耐えないし、こっちのあれで大ウォールから入ろうかな。大ウォールダイナックル。でも砂波痛いな。一回殴ってみるか。あれ来るよ俺のパートナー。最初のことやつを吹き飛ばせ。ジュラルドンってどっち C だよね。これ電源がないと。あ、でもドラゴン技の方か。巨大ゲン、大ドラグーンだったら来たけど、巨大ゲンズだったら A 下がんない。これで大ドラグーンだったらな。大ドラグーンはマジで強い。あれがやだ、大スチルの方がやだ。大スチルじゃなかったら大ナックル2回できるんだけど。カリバーン耐えてくれ。うわねえ、それ巨大原石来たー。巨大原石あざす。
あー、これは威嚇入ってない。なんか弱くない？なんだこれ、なんでこんな弱い。ドラゴンテールかなんかした？すっげえ弱いけど。なんだ、土地狂ってる。なになに、ダイナクルって気合玉？ドラゴンクロー、ああれなのこいつ、物理なの。あ、このジラルドもしかして物理？ワイドブレーカーとかあるから物理によってんの。あ、道理で弱いと思ったわ。逃げないと B は高いから。あ、物理か。カスじゃん。よくお前それでダンデと戦うことしたな。全部間違ってるじゃん、最初から最後まで。最初から最後まで全部間違えてるわこいつ。よし、じゃあまあとりあえずこれは優勝と。あれだな、無限ダイナが怖いな。みんなが言ってる無限ダイナが怖いんだけど、無限ダイナがどういうバトルシステムなのか分かんないせいで怖い。これ次誰、これ言っていいのこれ。まだだよねこれ、ダンテ。ブラックナイト伝説の始まり、ここから。次がローズか。でもローズなんてそれこそ大王道じゃなくて石炭山がいるから、俺の炭治郎で無双じゃないの、鋼タイプだったら。鋼タイプには強いんだわ俺のパーティー。やばい、これ次回のアニポケの伏線。これ一日待てなかったおじさん、アニポケに一日待ってなかったおじさんはいる。ガルの未来を守るでブラックナイト始めちゃうよ。危ないんだよね、てんてんてん。ちょうどアニポケ今こんな感じになってるからな。ダンテ君が話を聞いていたらこんなことにはならなかったのにね。うざ、こんな口調なんだこいつ。意外とお茶目か。これさ、実際1日待ったらどうなの？ 1日この日しかできないとかじゃないの？ 1 日待てなかったっていうか、今日しかなかったんじゃないの？でも MKR に勝てなかった俺に何ができる？それ俺に対する侮辱でもあるからな。お前に負けたらもうおしまいだよみたいな。あ、別にいつでもいいんだ。あ、本当に一日待てなかっただけなんだ。あ、そうなの？え、じゃあやばいじゃんやってることこいつ。そういう設定があるのかと思った。今日だけしかダメっていう。歴代最もやばい悪役かこいつは。一番頭のネジがぶっ飛んでるわ。しかもこいつがリーグの運営してるんでしょ。え、怖い怖い、やってること怖い。キマーナさんと同じぐらい怖い。あ、売却アイテムくれた。ローズは炭治郎で全滅します。でも鋼タイプって大体地面技覚えてそうだから怖いね。やっぱザマーゼンダ立てないとかっこいいな。ケンタですごいストーリー進むの早いなと思ったけど、やっぱ最後8番目取ってからが本当に長いの。ぶっちゃけこいつらもあんま伝説感ないんだよな。順伝と変わらんくない？ケレディオとかさ、
三剣士と雷光炎帝水君とあんま見た目かわ、なんなら雷光炎帝水君の方が伝説っぽい。やっぱ大きさって大事だわ。ちっちゃいと伝説に見えないんだよな。ザシアン、ガチ勢が語るザシアンとザマーゼンタの違いみたいなの見たけど、俺そのザシアンがレイトではびこってからやってないから、レイト対戦をどの程度強いのか聞いた話でぐらいしか分かってないんだけどさ、マジでザシアンとザマーゼンタの格差ひどすぎて、あ、ここまで差が開くことあるんだっていうぐらい開いてたね。種マシンが、いや、いらないけど、助けなさい、いや助けてください。私のポケモンがなぜだかダイマックスしちゃってスタジアムで暴れちゃって、ダイマックスしてスタジアムで暴れ回っていたポケモンはキバナが、いえキバナさんが勧めてくれたけど、キバナやるじゃん。ノース様のいる地下プラントが崩れちゃう。意味不明すぎるこいつら。こいつら怖い、キモい通り越して怖い。あ、これあれじゃね、アズニャンが捕まってるとこ、これこれアズニャン捕まってない、この辺に似すぎだろ。なんだよ、なんなんだよ、兄貴を助けられないぞ。何してんのお前ここで。ガラ地方が永遠に安心して発展するように無限のエネルギーをもたらす信念と使命があるので、そのため無限大に願い星を与えていたのだ。ナックルシティで起きて赤い光の騒ぎ、あれも無限大の目覚めさせる実験の一環だった。ガラルの未来を守る計画を邪魔するなんてもってのほかなんですよ。いるよねこういう話が全く通じないやつって。うぜえうざ、今のモーションなんだその決意を固めたかのような、クッソイラッとしたな今の。私がやるしかないみたいな、皆さんみんなの思いも分かるけど俺がここでやるんだ。厳しいね、厳しすぎるよ、そういうのよくないんじゃないの。剣の舞、あんまこいつの BGM 聞き覚えない。河原めっちゃ入ったね。ハッサムとかも使ってくんのか。あれ BGM ラスボスみたいだな。一丁前にラスボスみたいな BGM はもらってるんだな。なっとれい？炭治郎やっちまえよ。こっからは炭治郎一人の天下タイムですよ。文字の方が入るよな。鉄の時計食らいたくないから、ま、外さないからな、俺の炭治郎は。な？最古さんだから。古さん舐めんな。やっぱ両刀っていいわ。ギギギアル。ギギギアルもないよ、重厚だ、こいつに。ヒートスタンプでいいですかね。ワイボ、それしかないよな、お前、お前にできる唯一のノーマルと鋼以外の技。 BW 勢かこいつ。切り刻んじゃない、じゃあ次。そう考えたら鋼の BW 強いね、強いしかっこいいし。切り刻んでも構わないよ。誰？ゲージス。シャドウボーはいらん。ニャイキング、ニャイキングって地面技覚えるか。いや覚えないよ。あ、ドリエズも BW か。え、 BW の鋼強っ。しかも上取ってる。あれ、ローズさん、ローズさんどうしたんですか。さすがに大王道は地面技持ってそう。ダイマックス切ってくるし。まあ、仮バーンできるか。飛行、エスパーフェア、あ、でもジャレツックがあるか。ジャレツックがあるな、一応。でもそんなこと言ったら全員弱点疲れるから。
これ大ボールが入るわ。大魔からさせよう、一回。しかも素早さ勝ってる。素早さ勝ってるんだったら、もう、殴ろう。いや、ジャレツクこれレベルで覚えるんよ。力づくジャレツクはね、シャレにならん。いや、でも確かに、一応あれか、なんで大王道なんだろうと思ったら、最初にこいつゾードを見せびらかしてたもん。あの大王道か。あの、ビートが一緒に使ってた大王道と同じ答え？ひどいな。巨大マックスみんなかっこいいって言おうと思ったけど、こいつだけひどいわ。最後の最後で一番悪ふざけしちゃったな。最後の最後で。大アース？専用技ですらない。強い。ネギガライトに命の弾持たせようかな。大サイコ？何大サイコって。いや、怖い。怖いことする。なんだ、なんの大サイコこれ。あ、死ねん。上取っててよかった。今、ダストダスにダイアースされたのが脳裏に浮かんだわ。第6ダストダスが俺の脳裏によぎった。ダンテ戦前にそんなことはね、あってはいけないんですよ。うぜえ。表情全部うざい、お前。何一人だけ悟ったみたいな顔してんのこれ。イドシのガララが送る無敵のチャンピオンが選んだジムチャレンジャーですよ。いや、君とチャンピオンのチャンピオンマッチ見たかったね。これどうなっちゃうんだっけ、ローズ。この後こいつが無限ダイナになるんだっけ。お姫様をドラゴンから守るナイトのようにね。さて、私は演説が大好きだから、話がとても長いけどそろそろ終わりしますよ。チャンピオンが無限ダイナを捉えた頃でしょ。これ次回アリンポケもじゃあダンデが捕まえんのかな、無限ダイナ。でもあいつもう捕まってるよね、もともと。その話はやったもんね、アリンポケで。